こんにちは、よしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。前回のヴィンランドサガでは、スウェン王が亡くなった後、イングランドの王の座を獲得するべく、クヌート王子がどのように動いてどのように生きてきたか、その様子が描かれていました。そうしてイングランドの王の座に就いたクヌート、彼のラクド建設のビジョンや夢はその後どのようになっていくんでしょうか。本日はシーズン2エピソード6を見ていこうと思います。第6話、馬が欲しい。これはケティルの農園でしょうか。うん、エイナル。おお、ああやって切り倒した木の根を抜き取るの大変そうですね。トルフィン、なんかだいぶ大人になってきましたね。これが何本あるんですか、あと。こりゃ大変。テアンデーですよね。そういう馬が欲しいんですね。うん、先に畑か先に木を切るか。いろんな家畜もいる。奴隷上がりなんて言ってる。どうも。使わせてもらってる人もいるんです。そういう部分もありますね。奉公人たちの意地悪が厄介ですね。収穫が欲しいですもんね、早く。トルフィン、どうしてお前はそんなにやる気がねえんだ。自由になりたくねえのかよ。それには馬が必要なんだ。エイナル、意志強い。元気だね。ろくなもん食ってないのにね。あ、聞こえてる。誰でしょう、あのおじいさん。蛇のとこの。おお、なんか迫力あるおじいさんですね。お、親切。この場所でブツブツ言っててよかったですね。聞いててもらえて。誰ですかね。手伝ってる。スベルケル。それ全部やったら馬が借りれるんだね。まだ仕事がある。仕事が山ほどあるね。まあ馬の姿もまだ見てないしね。借りるときと返すとき。お、借りれたんだ。よかったね、進んで。
鋭意なる超ご機嫌になった。コツ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 ですね。エイナル元気だね。だいぶ土地が開かれてきましたね。トルフィンは畑の知識はなさそうですもんね。確かに国は雪に閉ざされてましたからね。トルフィンにもお母さんとお姉さんがいますよね。おお、因縁つけられてる。どうも。いない。スベルケルさんですよね。大旦那様。気難しそうでしたよ。確かに。ケティルのお父さん、一番偉い人、ケティルより偉い人。うん、耕してる。木という機械を使って耕してるんだね。8家族で1台。隙も借りれてよかったね。人間は工夫する生き物ですからね。でっかい赤ん坊みたいと言われましたね。よかったね、エイナルに出会えて。トロフィン、もうケティルさん、もうヘビーと一緒にいた人ですよね、やっぱ。一人暮らしをすること自体無茶なんだ。お前とわしは考え方が違う。王さんが頑固なんだ。喧嘩してるよ。入りづらい雰囲気だな。うん。考えておいてくれよ。あんまり勝手なことはせんでくれ。俺らはわしの奴隷だ。親子でいろいろ考え方が違うんだ。ヘビがいる。そこ？トルフィン。寝相のこと？そっち？おはようございます。おはようございますじゃない、トルフィン。どういう関係？俺たちが毎晩巡回してっから、道場の平和が守られてんの。口の減らんやつじゃ。小言の減らんじじいだ。何してんだ。このおじいさん、農場のいろんな人のなんかこう面倒見てるのかしら。食え食え、遠慮するような飯じゃねえ。お前は言うな。座れ。
大旦那さんはなかなか理解がある人ですね。そういうことね。用心棒として置いてるのか。黙々食べるトルフィン。この農場の戦力は規模に釣り合ってねえんだよ。そうだな。手下13人。トルフィンに同意を求めてきた。安心せ、どうなろうともお前らに泣きついた。なぜここには泥棒より手強いものが来ないんですか。ハラルドの一個じゃ。お、ハラルド。ハラルドに。なるほど、年貢を納めてるんだ。まあお金持ちと国との宿命というか。そういう考え方の違いね。ケティル、お父さんと。もう来るなよ、言われてる。なんだかんだね、家族かと思いましたもん、こないだ。そうですね。これからが学びなんですね、トルフィンは。大丈夫だって、ガバッと行け、ガバッと。ダチの言うこと信じろよ。ガバッと。ダチ。嘘。なんだよ、それ。ダチ？この顔。キョトン。友達になった。はい、今回はなんだかほっこりする回でしたね。エイナルと共に森の開拓作業を進めながら、いろいろなことを初めて知って学んでいくトルフィンの姿がとても可愛らしいというか面白かったですね。ヘビが初めて登場した回で出てきていたあのおじいさんがスベルケルという名前で、ケティルのお父さん、大旦那様であったということが分かりました。そしてその大旦那様、なかなか懐の広い思慮深い人だったわけなんですけれども、その人とヘビとのやり取りを見て、トルフィンはいろいろなことを感じていたようですね。ここでケティルの農園がハラルドに対していつも上納品をね、納めて平和を維持していたということも明かされておりましたが、ケティルの農園の人々、そしてエイナルとトルフィンのこれからはどんなことが起こるんでしょうか。それではまた次のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。ご視聴ありがとうございます。皆様の応援なくしてリアクション動画制作を続けることができません。チャンネル登録やメンバー登録もぜひお待ちしております。